成人式の時に面と向かって両親に感謝の言葉が言えなかったので、この機会に映像を見てるかどうか分かんないですけど、ありがとうって一言伝えたいですね。であと二十歳になったら、今まで親が保護者として守ってくれたんですが、これからは自己責任で自分のことは自分でやっていかないといけないので、その辺の自覚と責任を持ってこれから頑張っていきたいなと思います。今ここに一度誓いの言葉を唱えて、御仏の前に私たちの決意を述べたいと思います。私たちは今日からますます真実に生き抜く者の自覚に立ち、仏教を学ぶ者として恥ずかしくない人生を築き上げ、社会のために貢献することを誓います。やる前は緊張したんですけど、いざ前に立ってみると人の顔が見えないんでちょっと楽しめました。皆さん明けましておめでとうございます。また今日は新成人になられた皆さん、本当におめでとうございます。2つのことを申しました。成人の日にあたっての強い心構えと、また法運行の日、この日に成人式を合わせて行わせていただく、その意義について申し述べたことであります。皆さんこんにちは。京都の、大谷大学という大学から来ました山田と申します。よろしくお願いします。ここで言うね、愚者になるっていうのは、愚かさの自覚っていうふうにね書きましたけれども、愚かであるっていうことを自覚しなさいっていうことです。人間の根源的な愚かさ、つまり誰もが抱える愚かさという意味での愚かです。合唱。